じゃあ行きます行きます行きます。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒に縄張りやりませんか？いいっすよ、縄張りしましょうか。じゃあ武器何使ってます？寿司コラ使ってます。なんかあれですね、話し方がすごい独特ですね。あ、よくゆっくり話すねって言われます。ですね。扁桃腺が腫れていって今度手術するんですけど、声がおかしい、喋りにくい感じ、はい、そうです。なるほど、じゃあ仕方ないですね、それは。はい、僕結構最近始めたばっかりで、はい、腕前はあまり良くないんですが大丈夫でしょうか？全然問題ないですよ。私も下手くそなんで。優しいですね。今終わりました。ちょっと武器変えます。はい、よし。ご年齢は？私25ですね。ああ、私26です。あ、一つ上なんですね。はい。あ、危ね危ね。よろしくお願いします。はい、お願いします。縄張り久しぶりすぎて全然色が塗れない。縄張りって結構難しいですよね。なかなか僕の色に染まれないです。確かそれ。いや面白いですね。こちら終わりました。ご飯とかって普通に食べれるんです？僕ですか？はい、ご飯は食べれませんでした。しかめっちゃ辛いっすね。僕がいつも食べてるのはカルビ、カッパライス。あ、まずい。HQ。もうナイス。スナイパーがこちらを見ています。私死んでばっかりですからね。いやいや、死んでますか。そのテクニックを分けてもらいたい。何もしてないですよ。スコアがまずい。まずい。ああ、ごめんなさい。迷惑をかけたら、まずい。この前怒られたばっかだ。うるさい。うるさいんで。あ、そうなんですね。黙って待っていいですかね。この前スカイプチャンネルをやっていたら、会議の人に怒られてしまったんです。何故です。カッパエビスに食べる音がうるさいって。ね、仕方ないですね。あ、また味方です、ね、そこから2週間私は考えに考え、でもやっぱり私はスカイプチャンネルが好きだ。そう思ったのでまたここに戻ってきました。あなた様は私を認めてくださいますか？別に私が誰かを否定することも特にないんじゃないですかね。自分が否定されない限りは。そう、ビューティフォー。あなたの心は美しい。ねえ、なんか話し方面白いですね。ああ、彼女いるんですか？彼女一応いますかね。ああ何でです？恋人が欲しいと思ってて。あ、でも案外なんか、はい、あれですよ、欲しいって思ってる時ってできないらしいっす。あ、そうなんですか。なんとなく恋人ってできるんですかね。好きな人いるんですけど、はい、その人のことをまだ全然知れてなくて、全然 LINE も返ってこなくて。まあ難しいっすね、ネットの出会いって。でもまだ LINE 交換してないんです。そら返ってこないです。ハク様はネット恋愛されてるんですか？まあ今の彼女がそうですね。羨ましい。その彼女と実際に会ったんですか？会いましたよ。いいな。彼女と会ったということは何故その動物的な接触が、動物的な接触、はい、何かその動物的な接触。
何ですかね、そのパズルのピースがエッチしたかしてないかってことです。いや、そうとも言うんですけど、お互いのパズルが組み合わさる的なお互い好き同士で会っても別にそれが変わらなかったら、はい、別にあるんじゃないですかね。つぁめっちゃ責められてる。こんなんじゃダメだ。もっと自分に厳しくしなきゃいけないんです。もっと私を責めてください。もっとです。あどういうこと。ハク様は、いや、様じゃなくてもいいですけど、あのハク様は恋人にするにはどのような条件を出しているのですか。自分が好きかどうかだけですね、はい、タイプとかあるじゃないですか。いや、実際でも、そうですね。僕、得意なことがありまして、はい、タイピングがめちゃくちゃ早いです。いや、でもそれはそれで普通に羨ましいですね。私、全然パソコンとか使えない。こんな感じなんですけど。なんとも言えないっす、ね、あ、無理かな。あ、うまーい。あ、まずい。すごい、ジェットパック当てるのって本当難しいと思うんです。あ、本当ですか。ありがとうございます。私無理なんですよね、ちょっと。私、あの、ジャンヌ・ダルクという名前で YouTube やっております。なんとなくそんな気してましたよ。あ、本当ですか。歌手、アーティスト、ジャンヌ・ダルク、FPS 実況者です。結構有名なんです。そうなんです。すごくないですかそれ。20万人ぐらいいます。めっちゃすごいじゃないですか。ジャンヌ・ダルク、ぜひ見てみてください。そうですね。あの、そこで相談なんですが、この前リスナーの女の子でやってしまいました。スプラトゥーンをじゃなくてエッチしたってこと？わかりやすく言うと、パコラトゥーンをしてしまう。いや、まあでもいいんじゃないですか、本人がいいならそれで。そうなんですかね。いや、その子は言わないんです。その子はおそらく言わないんですけど、生理が遅れてるとかなんとかね、今ものすごく焦ってます。いやー、まあそうですね、まあ、日に言いますですね。明日を考えると怖い。ちょっと来るのが怖い。あの、スプラトゥーンをして気を紛らしてます。自分から降ってきちゃうんです。気が全然紛れてなくないです。最近は女の子に飽きてしまって、はい、男に目覚めたってこと？そういうわけではない。男同士の結婚ってありですか？ありと思いますよ、男同士の結婚。絶対打ててないでしょ。ジャンヌ・ダルクって調べてもらってもいいですか？あ、わかりました。実況者ジャンヌです。実況者ジャンヌです。好きです。好きです。すごいやん、すごいやん。ありがとうございます。好きです。めっちゃすごい。僕みたいな男性どう思いますか？でも14万。いや、僕の人間性です。僕の心の内を見てほしいんです。それさらけ出せるんですか？そうです、好きなんです。まあ、よくまだ全然話してる。 あれなんて全然わかんない。話して間もないので、なんだか体がポカポカしてきました。人間性なんて全然わかんないですからね、私は。それでも好きです。ちょっと私そろそろやめる時間になってしまいました。あ、いやいや、全然全然構いませんよ、よかですよ。いや、優しくしてくれてありがとうございます。いやいやいや、私のことを異性として好きですか？あなたが女性なんですかね。あなたのことが好きです。ホモは嫌いですか？いや、全然、まあまあまあ、でも会って全然そういうのが、はい、はい、別に構わないと思ったら全然できますよ。どういうこと？恋人になれそうですかね。それはわかんないですね。一応恋人いるんでね。ああ、そっか。そうですよね。これからですよね。次回ネタバラシ。
本物の行き先ぜひ見てくれよな。